よろしくお願いします。はい、お願いします。スペシャル始まります。皆さんよろしくお願いします。神様の愛を伝える福音放送です。はい、皆さんこんにちは。岩スペシャルの時間がやってまいりました。この放送は FM 宜野湾からお送りしております。神様の愛をお伝えする、イエス・キリストの愛をお伝えする福音放送です。福音、幸福の知らせ、幸せの知らせ、イエス・キリストを救い主として、神として私たちが心に受け入れるならば、私たちは本当に神様の幸せの約束、神様が必ず私たちを約束、幸せにするという約束の中に入ることができます。人生が一変します。この本当にイエス・キリストの愛、神様の愛を本当にこれからの時間、1時間ですけれども分かち合いたいと思います。放送さん担当します、宮地ひかるです。よろしくお願いいたします。さあ、この放送は FM 宜野湾は今生放送で木曜日、7時から8時前まで、7時56分までお送りします。 FM 小沢、収録で土曜日朝10時から1時間、放送いたしますのでよろしくお願いいたします。さあ、生放送 FM 宜野湾の方、今日は8月の9日ですね。記念日としては長崎の、原爆投下の日、73年前沖縄戦の、最中っていうかね、終わった後なんですが、慰霊の日が6月の23日ですから、一応でもね、終戦前ですからまだ戦闘がある頃に、内地では広島と、長崎に、原爆が投下されました、その、日ですね、8月の9日。前にね、これ実際にあの原爆を体験された方をあのゲストに呼んだことありますね。西銘、牧師のお父さんが、20歳過ぎですかね、20歳前後、21歳とかそれぐらいですかね、沖縄から、内地に、徴用されて、長崎の海軍の工場で働いてたんですよね。そうすると、原爆がちょっと本当に数キロ先でしょ、落ちたのを見て慌てて防空壕、地下壕に入って、被爆免れたっていうか、被爆はしてるんですけれども、命に別状もなく、その後、後遺症も出ることなくっていうことですかね。今でもまだお元気ですね。90、今93歳4歳
ぐらいになられてますかね、はい、出ていただきましたね。もうあの会うとねずっと原爆の話するんですよね。あのもう頭から離れないんだそうですねこれね。だけど70歳ぐらいまではあの息子さんの西目先生によると70歳ぐらいまではその話一切しなかったって。その原爆体験の話ね。で70歳を過ぎたぐらいからもう喋るようになって、もう喋るようになったらもうその話ばっかりになっちゃうっていうかね、もう頭からもうこびりついて離れないっていうね。特にあのその自分その、西目さんはそのね21歳とか そのところですよね。あの原爆に会ってすぐ隠れて、だけどその母国語から出た後その、その原爆の起こったところにあの片付けに行ったりそういうので、動員されたので、爆心地を見てるんですけどね、あのもうその死体だらけ、黒焦げの死体、建物はもう全部あの壊れちゃって、で生き残っている人の姿を見てるんだけど、もうそれが目から、焼き付いて離れない、頭から離れない。特にあの10代の、この、まあ、今で言うと女子高生とかね、そういう年代の人ですかね、17歳18歳ぐらいの、軍の、奉仕で、まあ、徴用されてた方々がもう被爆して、もう本当に姿ももう本当焼きただれて、それでもあの何ですかね、生きてて水を飲ましてくれって言って、あのどうすることもできないっていうその姿が今も目から心から離れないってね、あの泣いちゃうんですよねその話するとね。じゃあ一回何年前ですかね、4年ぐらい前に3、4年前にあのこの番組に出ていただいて話聞きましたけど、いやもうだから大変ですよ日本でね、そういうことあって、広島の長崎原爆落ちて、その後ね、まあ、4度被爆したって言われてましたね日本。その後あの第五福竜丸っていう、船、これマグロ船ですか、南の海に行っている時にアメリカの、水爆ですかこれはね、間違ったらごめんなさいね、水爆実験が、ビキニ諸島っていうところであって、その近くで、操業してたんですよね。それで、船員の人たちが被爆した、これがまあ日本人が被爆した 3つ目の事件。そして4つ目は最近ですね、2011年の、東日本、大津波の時に、原発事故が起きましたね。これも大変な事故ですけども、今も、その後遺症たるや、大変なことになってますけど、まあね、戦争の時といい、まあ、沖縄戦もね本当に大変ですけども、こういう、ね、戦争、そしてこの核兵器っていうものが起こす被害がどれだけすごいかっていうことですよね。本当に核兵器なくなった方がいいですし、核施設も日本からなくなった方がいいんですけど、なぜかこうなくならないっていうかね、これだけひどい目に遭っていながら、なかなかこの核から核兵器から、この原発からなかなか日本は抜け出せないっていうようなねことがありますけども、まあ、そういう今日は8月の9日長崎の原爆、10日の日ですね。はい、そして今日っていうかね、まあ、今日の朝知ったんですが、昨日、沖縄の尾長武知事が、亡くなりました。ね、もう調子が悪いって、仕事が、あまりできてなくて、7月の30日から入院されて、まあ、がんの手術をですね4月の25日に、
膵臓がんの手術を受けて、でそれからしばらくして公務復帰してたんだけど、また仕事ができなくなって再入院ということで、膵臓がん67歳、若いですね。67歳って若いんですよね。まだまだこう政治家としては働き盛り、これから働き盛りっていう時期、まあ激務だったんですかね。僕は最後結構近くで見たんですね。慰霊の日、慰霊の日に、平和行進、日本遺族会と沖縄県、遺族会の主催の、平和行進あって、慰霊の日の、この式典ですね、平和記念公園でありました。その時にまあね、そうそうたる政治家の方々、そういう方々がいらっしゃって、 もちろん総理大臣安倍首相も、いらっしゃって、衆議院、議長、参議院議長、そして、まあ、とにかく沖縄の議員さん、ね、それから尾長知事、尾長知事が挨拶、ね、出られて、まあ、もうね痩せていらっしゃったし、もう髪もね、もうこうあれですよ、ツルツルの状態のね、まあ痩せてね、でも話してらっしゃったから、大丈夫なのかなと思ったけど、その後すぐねまた、仕事ができなくなったようですが、亡くなりましたね。知事選の年ですので、11月に本来だったら、任期満了で知事選だったんだけど、前倒しになって9月、来月ですね、来月に知事選ということでね。いやー、この方はもう辺野古の新基地反対ということで、もともとはね自民党で、市議県議、それから那覇市長やられてたんだけど、知事に出てた時にはもう明確に、基地反対ということで一貫してやられてた方だったのでね。僕はこの間のその、慰霊の日じゃなくてね、3年前ですかね、この方が2014年に、知事選で11月に当選されて、そのと次の年の慰霊の日に初めてね、この慰霊の日の式典に参加された時のね、光景がね今でもね目に焼き付いてますね。この方が壇上に、壇上というか挨拶に立たれた瞬間にね、ものすごい拍手、声援とかなく、ただ拍手、声はなく、その拍手がね、なんか本当にねシャーっていうね、なんかこう夕立のようなさーっていうすごい拍手だったですね。あれはあんな拍手聞いたことがなかったですね。とても印象的でした。まあ、自分は沖縄に来て今12年目になりますが、もともとはねだから沖縄と何の縁もゆかりもない、人間だったので、沖縄にねひょんなことから、まあ、この番組でよく話してますが、自分は依存症でね、薬物依存症で沖縄に逃げてきて、ひょんなことから逃げてきて沖縄から出られなくなって沖縄に、住み着いて、まあ、沖縄で本当に救ってもらって神様に出会って、沖縄にはねとっても感謝してるんですよね。まあ、それで今こうやって放送されて、放送、神様の番のことを話すっていう、こう機会を与えられて、放送してますけども、また同時にこの沖縄のことを話しさせてもらうっていうことをね、自分は今なるべく心がけてて、特にこのシーズン、夏とかはね沖縄戦のこととかで、沖縄戦の体験者の方、今年も何か、来て話していただきましたけど、まあ、尾長知事もねその戦争からそのまま、日本、その沖縄がアメリカに占領されて、基地がこう米軍基地がそのまま73年経ってるけど、そのまま居座ってるっていう場所ですね。でさらに、この辺野古に、まあ、この近くのね宜野湾の飛行場の代わり、この宜野湾から、まあ、飛行場を沖縄に返す、
まあ、日本に返すって沖縄に返すんですよね。 その代替として同じ沖縄のこの北部の辺野古に、新しい基地を作る作らないで、まあ今本当に、まあこの小長知事はその基地反対っていう立場でやってこられたんですけど、亡くなりましたからね。この次の知事選はどうなるんですかね。まあ本当に私はまあ基地は沖縄からなくなってほしいと思っておりますので、辺野古の新基地も、ない方がいいと思っておりますが、まあ、この番組はね、YouTubeとかユーストリームで、内地の人にも、聞いてもらったり見てもらったりする機会があるので、あんまりね、大きなメディアだと沖縄で作られた番組はおそらく内地では放送することも ないでしょうし、また内地から沖縄のことをやる場合でも、まあ、いろんな立場でやることがあると思いますが、やっぱりね、大きいメディアだとやっぱ加工されちゃうからね、作り込んじゃうでしょ。まあ、僕もね、さっきいきなりオープニング放送事故音楽かけててから途中で音楽なんじゃこりゃっていう感じですけど、まあそういう手作りの、よく言えば手作りの、生番組で、まあこれ自分の番組もう買い取りですからね、これでお金もらってないですからね、私まあ本当に素人が番組を買い取って、やってってるわけですよね。だから加工も何もね、そのまま、自分のまあこう思うことを話して、まあ、なるべくこう公平に公正に、まあもちろん神様に、神様が喜ぶことを考えて、放送をしてるわけですけども、まあ、この放送もね、なるべくこう内地の人に、本土の人にね見てもらいたいとか聞いてもらいたいっていうのがあってですね、やってるところもあります。本当ね、あんまりね、難しく考えるっていうことじゃなくて、今もねツイキャス来ましたね、シロボーニアン、自分も沖縄には基地を減らしてほしい。だからもう単純な話です。あんまり難しい話ね。だって沖縄がどうのこうのとか、あんまりその政治的な話、法律的な話、あとこの何ですかね、アメリカと中国とロシアがあって、北朝鮮があって、沖縄のこの地理的状況がとか、あんまりね、そんな難しい話をしだすとね、細かくなっちゃうんですけど、単純にですよ、本当に戦争、日本がアメリカとして負けて、で沖縄が占領されて、沖縄だけが本当にこの何ですかね、犠牲になったわけですよね。沖縄を切り離した引き換えで本土、日本のまあこうなんか戦後の平和が守られたっていう。だから沖縄にあらゆるね、この戦前戦後の日本のこの在り方、体制の問題、政治の問題は全部ここに矛盾が現れてるし、とにかくずっと割り送ってるわけで、損してるわけですよ、沖縄の人たちが。沖縄戦もひどい目に遭いましたしね、その後そのまま米軍基地が、73年も経って残って、小長知事がねよくおっしゃってたんだけど、あれですよ、日本の国土全体の国土面積の沖縄県は100分の1もいかないんだそうですね。100分の1もいかないこの沖縄県っていう中に、日本全国に存在する米軍基地、施設の、総面積の 75% が沖縄に集中してるってことですよ。100分の1もない面積のところに米軍基地の 75% が集中して、特にこの本島はこの本島全体の、沖縄本島全体の 17% 強が基地なんですよ。まあ、こんなね、理不尽なことないですよ。うん、だからね、まずね、その理不尽っていうかね、まあ、同情心っていう言葉が僕がぴったしくるんですよ。聖書の中にね、深い同情心を持ちなさいっていう、まあ、これは思いやりのことですけどもね、やっぱり気の毒だなと思いますよ、沖縄の人たちは。まあ、今自分もね、沖縄県民なので、ここにね住んで10年ちょっと
きて、だんだんねこう沖縄っていうところでこうなんですかね、メディアとかに現れない部分でのこの沖縄の実情みたいなことをちょっとずつねこう、まあ、見てきて、まあ、それをなるべくこうこの場所で話せればいいなと思ってるんですけど、はい、もう一つね、白坊やさん、ね、神奈川、生まれの千葉出身の、方、そう、内地の方、記念公園の資料館に行ってほしいですって、本当僕もそう思うんですよ。沖縄観光ね、どんどん来てほしいです。ね、本当に素晴らしい島ですよ。夏本当にね、常夏じゃないけどね、本当に素晴らしい、日本の中でハワイみたいなところですよ。人もいいしね、料理も美味しいです。もうトロピカルですよ。だけど同時にね、平和記念公園、このね糸満の南部、最南部、摩文仁の丘に立っているこれ沖縄戦のね、ことの展示があります。その場所、資料館、にぜひね行ってほしいですね。広島に行ったらどうですか、広島の原爆資料館とか、あと長崎行ったら資料館も、観光行ったらそこにも行ったりするんじゃないですか。僕小学生の時に広島行った時に、まあ親にですけどね連れて行かれましたけど、今行ってよかったなと思うんですけど、それと同じですね。沖縄いらっしゃったら遊びに来て全然で、遊びついでに資料館行ってほしいです。そんなに深刻になりすぎないでね、ぜひね行ってほしい。沖縄っていうところがどういうところなのかって知るにはね、資料館にもぜひ行ってほしいな、記念公園にも行ってほしいなと思いますが、はい、まあね、そういうことで翁長知事亡くなりましたんでね、これから先沖縄、本当でも翁長知事は見てて誠実な人だったなと思いますね。立場をね、本当に知事に出るときに改めた、変えたんですよね。うん、こんだけ60代半ばに来て、この自分の考えが、まあ、考えが変わってもそれを表現するっていうのはなかなか大変なことだと思うんですよね。誠実という、正直ということに、つながると思うんですがね。あとでね、聖書のことも、でその辺のこともね、聖書は正直、誠実ってことがめちゃくちゃ大事だって言うんですよね。この方は本当に誠実な方だったなと思って、本当に惜しいね、早く亡くなりましたね。はい、ということですが、一曲聴いてください。これはね、アフリカのね子供たちの賛美ですね。ワトトです。はい、コマーシャル中ですが、音楽中です。シロボーリアンさん、知事は沖縄の民のために政治をした方ですよね。立派な方でした。そうね、途中で考えを変えるってなかなかね、
あ、難しいですし、考えを変えてまたそれを表現するっていうのは大変なことだと思うんですが、まあ、沖縄っていうところの特殊性もありますけどね、こういう政治家が出るっていうのは、あのでも沖縄はそういう意味では恵まれてますよね、うん、そう、うん、はい、岩スペシャルをお送りしております。まあ、小長知事が、昨日亡くなったということから話をしておりますけれども、まあ、これで、県知事選が9月に前倒しでされて、まあ、争点ね、まあ、それは経済のことやら何やらあるんでしょうけれども、まあ、基本的にこの基地の問題を反対なのか容認なのか、新基地容認なのか反対なのかっていうことはもう一番の争点になりますね。沖縄は土曜日にの県民大会があるんですね、これね、大野山でね、まあ、このことを知事が亡くなって知事選っていうことの話がね、これは11日の、県民大会はちょっとごめんなさいね、僕はっきり言うよくわからない、これあれですよね、辺野古の新基地にの、反対に関しての県民大会だと思いますが、ますますね、このとてもこの今小長知事は亡くなってっていうことですから、リアルな話ですからね。まあね、同時にね、僕ね、この間カジノ法案通ったでしょ。僕はもう前からカジノを沖縄に作る作らないみたいなのがいつもね、なんか消えては出てき消えては出てきするんですよ。それでなんかディズニーランドと抱き合わせみたいなのとか、なんかね、ディズニーランドかどうか分かりませんが、そういう、なんか遊園地と抱き合わせみたいな形でね、でも影にカジノが隠れてるみたいな。でこの間カジノの法案通りましたからね、沖縄にカジノを作ってほしくないんですよ。自分はまあ薬物依存症でしたけれども、まあもちろんね、依存症ですから飲む打つ買うって言ってですね、もちろんギャンブルも嫌いじゃなかったんですよ私。でも下手くそだったんでね、結局ギャンブルにハマりすぎるってことはなくて、下手でね、熱くなって負けちゃうんでね、もしね熱くならずに上手にやるんだったら僕はギャンブルハマってたかもしれませんけど、まあだからちょっとギャンブル見てたんですよ、いろで。僕あそこ行ったことあります、どうだ、あれですよ、中国の、どう忘れちゃった、中国の近くの、カジノありますね、マカオです。マカオに何年前かな、10年以上前ですね、13、4年前ですけど行きました。でね、僕の持論なんですけど、ギャンブル依存症もちろん増えるでしょ、当然ですよ。でね、
あのそれだけじゃないんですよ。僕はね、あのこれ持論なんですけど、飲む打つ買うですから、売春増えるよ。だからこれね、沖縄の地域性をね、もう本当にあの悪くしますよ。だから反対かな。あのカジノできるとね、あの買収増えますよ。あの僕あのマカオ行ったらね、見ました、あのマカオのねカジノの周辺にね、本当にいっぱいね、あの買収してる方が、女性がね、若い女性がいっぱいいるんですよ。あの本当に立ってるんですよね。あの外だけじゃなくて建物の中とかね、ホテルの中、こうショッピングモールの角に一人ずつ立ってましたね。まあそれはあの何してるんですかって言ったら、買い物ですって言うかもしれんけど、あれこれはね、あのとんでもないですよ。沖縄の本当にあの貧困層の方々が手っ取り早くお金儲けるっていうのでね、売春やりますよ。でそうなるとまた裏社会がありますし、まあ飲む打つ買うで言ったら、飲むってお酒もね含めて、あのまあ薬物もある程度流行るでしょうね。いいことないですよ。やっぱり欲望をね、ギャンブルの欲望をこう解放しちゃって、で儲けたら何に使うかって、そのね儲けた、まあ、あぶく銭ですよね。儲けたお金何に使うって、やっぱり飲むか、女買うかだと思うんですよ。間違いないですよね。持って帰るっていう人もまあいるかもしれないけど、よくないですよ。ギャンブル依存症だけの話をね、なんかするんだけど、とんでもないと思ってますね。だからこれなんか話がずれちゃって、でも県知事でそういうことを推進する人が知事になってほしくないですね。お金のためね、税金とかね、地域振興とかいろいろあるんでしょうけども、お金に換えられないものもありますから。で、あの人をつまずかせるわけだから、ギャンブル依存症を増やすっていうこともね、人をつまずかせることですしね。でそれだけじゃなくて、買収する人が増えたりね、お金のためだったらっていうのが出てくるわけですから、よくないですね。で聖書にはね、こんなふうに書いてますね。マタイの福音書18章、6節7節、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海の深みに沈められる方が良いのです。つまずきを与えるこの世は災いです。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いですって書いてありますね。でそういう人はもう首に石臼かけられて海に沈められた方がいいよって、まあものすごく過激なことをね、これイエス・キリストが言ってるんですけど、まあ、そうするイエスがそうするとかっていうことではないですね。だけどそれぐらいイエスはそういうことに対して怒ってるってことですね。つまずきってね、人生の中でつまずくことはありますよね。自分ももうつまずきまくってね、沖縄に逃げてきて、まあ、薬物ハマってね、人生台無しにして、本当に死ぬか生きるかになってイエス・キリストに出会って救われたわけですよね。だけどだからつまずくことはありますよね。自分が悪いんだけど、人生につまずきはあります。だけどわざわざつまずきを用意してしまう、つまずかせることをしてしまう。だからさっきの話で言ったら、カジノ作ってですよね、ギャンブル依存症をになるようなことを、いやそれはちょっとだからしょうがないよっていうふうに考える人ですよね。あるいはいや売春が増えるんじゃないのって言ったら、いやそれちょっとだで大したことないですよ。だけどつまずく人はいるわけですよね。だからつまずきを与えるようなものを用意する人、それをやる人はもうとんでもない罪だって、首に縄をかけられて石臼だから石つけられて海に沈められた方がいいよって、まあそれぐらい重い罪だって言うんですよ。なら、ぜひね、そういうことが沖縄に起こらないように願っております。神様に祈りたいと思います。お金のためにね、地域振興のためにカジノを作らないでください。とんでもないことですからね。地域が別のところで崩壊しますから、
ね、地域を崩壊させてお金儲けしてもしょうがないんじゃないですかねと思いますので、ちょっと話、ね、基地の話とずれたかもしれないけど、まあ、抱き合わせのような気がしてね、ぜひ私はそういう、そうじゃない方をに、投票したいなと思いますが、さあ、もう一曲聴いてください。ワトトですね、はい、スペシャルをお送りしております。先ほどの曲2曲ね、ワトトといって、アフリカのケニアの、子どもたち、本当にちっちゃい子どもたちが、沖縄にもいらっしゃい、来ましたね、たくさんの子どもたちの、賛美チームですね。この子たちはみなしごだったり、親がいない子
子たち、あの路上生活した子たちとか、まあ、親がいても貧しくて生活できない子たちを、まあ、教会が助けて、うん、これ支援も募ってましたね。あのビル・ウィルソン先生の、メトロ、ワールド・チャイルドと同じように、月々ね何千円っていうことで、その子たちすっごいですよね。励まされるんですよ、孤児の子たち、みなしごの子たち、そういう貧困の中でね、まあ、家庭も崩壊しているような家庭内暴力とかそういうことがあって教会に助けられて、そして神様に出会ってイエス・キリストの賛美を歌う、 もうものすごい元気、踊りまくって、あのね、だからイエス・キリストにあって本当に私たちはもう、どんな状況であっても、素晴らしいこの喜びの中に、イエスに救われた喜び、イエスに、愛されている喜びっていうものをねあります。イエスの愛をねぜひ、知ってほしいと思います。あのね、十字架も大事ですが、イエスの十字架も大事ですが、イエス様があの子羊をね、あの抱いてこうめでてるあの絵があるんですが、あの絵が大好きでね、私は、まあ、私たちがね一人一人があの子羊のように、本当に無力なね、羊っていうのはなんかあの羊飼いがいないと生きていけない動物だそうで、だからイエス・キリストが羊飼い、私の人生を導いてくださる、あの全てを愛で包み込んでくださる、神様ですから、その安心感でね、私は薬物依存症から立ち直りました、40代半ばで。どんだけすごい神様かというのをね、皆さんにも分かち合いたいと思っておるんですが、さあお知らせですね、コンサートのお知らせ、7月の、17日金曜日、来週の金曜日7時半から、毎月恒例の、この番組にも出てもらってますが、新AKマミヤさんの、ジーザスビートを、ジーザスビートの主催で、カフェライブ、これは隣人キリスト教会、富城市のマダン橋にあります隣人キリスト教会で夜の7時半から、会場が7時半から、開演です。レプタ、ヨハンナ、それから AK、新 AK マニア、それからフラメンコの方のちょっとチラシを、フライヤーを持ってくるの忘れてごめんなさい、フラメンコの方いらっしゃいましたね、しっとりした感じの、この間はね、ヒップホップの、のがすごかったね、私踊っちゃいましたけど、今回もあります。今回は、いつもと同じ、当日1500円、前売りで、1000円です。高校生とかはもうちょっと安いです、700円とかそういうあれでかな、ですね、これは前売りだと1000円で500円安いので、インターネットとかでチェックして、予約入れてください。ジーザスビートプレゼンツ、カフェライブですね、8月17日金曜日です。そしてもう一つ、8月22日日曜日は上原玲子コンサート、はい、上原玲子さん、ゴスペルシンガー上原玲子さん、沖縄出身のね、はい、コンサートがあります、日曜日です。前売り1800円、当日2300円、場所はゴヤバプテスト教会、沖縄市ゴヤにありますゴヤバプテスト教会、これも前売りがありますので、問い合わせ先はアバミュージック、平日は090-3356-3436、090-3356-3436で、土日は090-7383-7206、090-7383-7206に問い合わせてください。こちらで予約入れると前売りで1800円、当日2300円、会場が午後3時30分、開演が4時です。はい、沖縄市の小屋バプテスト教会、7月20日、日曜日ですね。はい、これもぜひ、上原玲子さんだけではなくて、西村英子さん、この方バイオリンの方、あとサックスの方、演奏の方ですね、あと、ベック由美子さん、この方はピアノですか、はい、
上原玲子さんのコンサートがあります。ぜひ行ってください。さあ、御言葉、お急ぎ御言葉をちょっと読みたいと思います。ちょっと長いな、長いけど、聞いてください。ガラティア人への手紙5章13節から、最後の方ですね。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさい。立法全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。気をつけなさい。互いに噛みつき合ったり食い合ったり しているなら、互いの間で滅ぼされてしまいます。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。はい、世の中の価値の中にね、やっぱり欲望、自分も昔はもう欲望を全開にするのがいいことだと思ってましたね。自分はこうなんかね、まあ育ちの中でこの欲望っていうかね、が健全にこの外に出なかった。欲望が全て悪いってわけではないですよね。食欲にしてもね、性欲、正しく健全に使われるのはとってもいいものなんだけど、それをね引き出してしまう。さっきもね、兄弟をつまずかせる、人をつまずかせるものはとんでもないことだっていう言ってね、カジノなんかそうだっていう自分は言いましたけど、欲望をね引き出そうっていうことはね、とても悪いことですね。やっぱりもっと大事なことがあってね、お金とかその欲望をやっぱり全開にしていくっていうことは、とても社会も人間も良くならないと聖書は言っております。だから神様の霊でね満たされなさい。で、神様の霊で満たされると御霊の実っていうものがね、心の中に私たちの体を通して神様の霊の実ができる。で、それは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、9つの実ができるって言います。まあ、誠実って話はね、さっき尾長知事の話で言いましたけど、まあ、尾長知事はクリスチャンではありませんでしたけども、この誠実っていうことをね、とても大事にした方だなと自分は思うわけですね。誠実、まあ、嘘をつかない、正直。この方は途中でね、自分がやってきたこの政治姿勢っていうのが疑問を持ったんですよね。で、ずっと政治家やってきてですよ、何十年も。それで自分が所属してたグループを、党を離れて、4年前に知事選に出た時には全く今までの在り方と違う主張をして出たんですよね。変説したんじゃないですよね。今まであれおかしいおかしいと思って、やっぱりおかしいよなと思って、自分の正直な気持ちを表明して選挙に出た。で、それをこう亡くなるまで貫いたっていう、だから誠実な方だったなっていうふうにね思うんですよね。だから誠実っていうことはとても大事、政治にとっても大事だと思うんですけど、人間にとってもとっても大事なことでね。だからこの聖書にはこの欲望とかをね一番にするんじゃなくて、神様の
神様を一番に、神様を第一にしたら、そこに神様の愛が心の中に流れ込んできて、そしてそれによって私たちが性格が変えられ、あり方が変えられ、存在そのものが変えられていくって、でその中にこの、実がねなっていく、まあ、この果物の実みたいなもんですよね。その人生に実りを、神様が実りをこう作っていくって、その中にさっき言ったようにね、愛とか平安、ね、心の平和、まあ、そういうものもあるけど、その中に誠実っていうのがありますね。誠実だからね、誠実であるってことがね、ものすごく大事だと思います。だから沖縄今ね、いろいろあって、まあ、お金も欲しいですよね。本当にね、如実にあれですね、給料っていうか、なんか一時金もらえたりするからねと思ったら嬉しいなと思ったりするんだけど、そういうことじゃなくて、もっと大事なことがあってね、大事なことをこの誠実にね、求めていきたいなと自分は思うんです。やっぱり自分も欲望に弱い人間で、もう欲望に負けまくってましたからね。薬物依存、ギャンブルも大好き、もうこの飲む使う、もう買うの方も、もう本当に、まあ、こんなことはあんまり言いたくないけど、昔は本当にどうしようもなかったわけですよ。だけど神様に出会って、神様の霊がに触れられたら、本当に変えられていって、これが素晴らしいって、うん、で誠実っていうことがどんだけ自分にとって、嘘をつかないっていうことがどれだけ大事かっていうね、ことをね、今本当にだんだん分かってきて、それを、感じるようになっておりますけれども、まあね、なんかね、ちょっとね、大きな話ばっかりしちゃったんでね、この誠実、正直ということでね、ちょっと自分の、まあ、情けない話なんだけど、正直話をちょっと、して、あと5分ほどで終わりますが、ね、自分ね、2ヶ月前にね、引っ越ししたんですね。で引っ越しして、本当にお金もなくて、ちょっといろいろね苦労してですね、引っ越ししたんですけれども、引っ越しの日にね、2回車ぶつけちゃったんですよこんなことが恥ずかしい。もう車の運転下手でね、バックでね、もう引っ越しで疲れまくっててね、まず引っ越しの最初の自分の元いたところの駐車場でボサッとしてね、バックしてる時にね、自分の後ろのところをね、よく隣に止めてあった車のフロントのところに、フロントじゃないな、自分のフロントを、隣に止めてあった、左側に止めてあった車の、前側の、前側じゃない、ごめんなさい、後ろ側に擦っちゃったんですよね。でね、と思って降りて、こうやって擦ってみたんだけど、やっぱり線がついてるんですよね。ほんのちょっとへこんだとかじゃないんだけど、少し塗装が剥がれた、汚れた線が入ってるレベル。いや、これバックれちゃおうかなっていうね、誰も見てないよねみたいな。だけどやっぱりね、それはできないということで、正直に持ち主分かってたんで、言いました。まあお金がかかったんですよね。その後引っ越し、今度は自分の新しい家に、アパートに荷物全部運んで、もう3階まで何回も往復して、もうヘトヘトになってね、終わったんで、夜のね9時半ぐらい、よし、じゃあちょっとスーパーに買い物に行こうって言って、車をまたバックして出した時に、また隣に左隣に止めてある、今度は自分の新しいアパートですよ、同じアパートの住民の方のまた後ろに擦っちゃったんですよ。同じ日にね、2回数時間の間に、これでまた降りて見てみたら、どう考えてもこれちょこっと塗装が剥がれてるよね。でこれね、挨拶もしてないしね、黙っとけばみたいな。でとりあえずちょっと買い物行って、帰ってきた時にまた見て、いやこれはダメだと思って、番号が書いてあったんで、そのところに行って、いや擦っちゃったんですけどつって見てもらってですね、これそんなに擦ってないから大したことないんじゃないのなんて言われたんだけど、いやつって、で最終的にね、どっちも保険
まあ使わずにっていうことで、どっちもあのお金で示談だったんだけど、両方であの5万円ですよ。もう痛いですよ本当に。だけどね、あの正直に変えられないです。あの特にあの後の方の、ね、新しいアパートの人はなんか褒めてくれましたよ。普通言わないよねとか言って。いやよく言ったね。だけどあんなのね、よそにあのこすったの毎日見ながらね、黙ってね過ごすことできないですよ。もうその後ろめたいのね、もうそういうことができなくなっちゃったんですよ。昔はもう平気で嘘ついてました。だって薬とかやっててね、嘘つきまくり、ま当然だと思って、嘘つかないと捕まっちゃうよみたいなことでね、いっぱい嘘ついてましたけど、あの今はもう嘘をつかないっていうことがどんだけあの自分を楽にするかっていうことが気づいてますから、その時はとか思って、いやもう黙っておきたいと思っても嘘はつかないです。まあまあそういうことがありました。まあ何の話かよく分かりませんが、とにかく沖縄ね、このね誠実ね、あのナンクルナイサーって言葉ありますよね。ナンクルナイサーでもあのもう一つ言葉があって、誠尊敬ナンクルナイサーっていうそうですね。誠実を尽くしてたら、正直に生きてたらどうってことないよ、あのどんなことがあってもそれをクリアできるよって、これが本当の意味だそうです。だからね、人間は正直あの誠実であるっていうのが大事だと思います。はい、お祈りいたします。天のお父様、皆をあがめます。さあこれからの1週間、素晴らしいことが本当に皆様、神様の愛が皆様の上に注がれますように。そして尾長知事が亡くなりましたけども、尾長知事の貫いたこの、大きな志、そして誠実というものを私たちが受け継ぐことができますように、主をお願いいたします。この祈りを愛する主イエスキリストの名前で感謝してお祈りいたします。また来週。はい、終わりました。ギリギリ、またいつもギリギリいっぱい、放送事故もありつつ、お送りしましたけども、また来週、皆さん、お会いいたしましょう。今日はありがとうございました。ツイキャスを聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。失礼します。はい、お疲れ様です。もう引っ越しの時に車2回こすっちゃってから、ほんのちょっと同じ、もうボサッとしてて、引っ越しで疲れすぎてて、前住んでたところに駐車場と新しいところの駐車場で、で黙っとこうかなぐらいのレベル、ほんのちょっとこすっただけ。だけど正直に言わないと後ろ向かってしょうがないから。そうですよね。我が家も駐車場で揺れ狭くて、ね、よくやっちゃうんですけど、あれ黙っとくともう胃が痛いじゃないですか。うん、恥ずかしいけど今の中は